おまわりさん、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。これだけの人が来ていただいて、でも民放が来てないっていうのが本当にもうなんていうの、この民放連あんの呼吸なんだろうね。分かりました。これがこの国の恐ろしいところ、これを YouTube で知っていただくことが大事。数字が取れると思ってるから立花にオファーをした。もちろん選挙終わった後で数字も取れる、まあ聞きたいこともある。でもこうやって放送法違反を指摘するような人物である放送局としたら、あ、それはその通りだと。じゃあもう扱わないことが一番確実だと。だから扱わないことを決めた。で、扱ってしまった MX に対してはしつこく僕はやり続けることによって、ネットの人、テレビばっかり見てる人がネットは、ネットやっぱすごいんだなっていうことに気づいていただくっていう順番かな。これだってひどいよね。民放は逃げたら他の民放は追いかけてこないと。テレビ局同士のスキャンダルはやらないという暗雲の呼吸があるから民放来ないわけよね。で、まあテレビ東京さんだけはそれはやっぱローカルだから、僕の数字が取れるっていうのもあって、まあテレビ東京自体は JC からも外れてる、そのオリンピックとかのあれももう外れてるので、逆にその新しいビジネスとして NHK から国民を守ると取り上げることは視聴率も取れるだろうという判断なんでしょうけどね。まあやっぱり TBS にしてもテレビ朝日にしてもフジテレビにしても日本テレビにしても、こういうテレビが責められてることについては報道しないっていうことはもう恐ろしいことだよね。だから放送法4条に関して言われたらどこともやっぱりもうたまらないんでしょうね。これまで放送法4条を平気で破ってきてるからそこは大きくしたくないっていう思いがテレビ局側にはあるんでしょうね。でも YouTube の影響力でこれだけ人が集まる、人が来る。しかもものすごい今日ありがたかったのは、皆さんがもう全然凶暴化とか凶悪化とか暴れなかった。本当にその指示に従っていただくというか、まあお願いですよね。別に僕は指示する立場じゃないので、お願い通りにちゃんと皆さんがその大声を、まあ大声というかそういうね、あのデモ、いわゆる実質上のデモを、まあ理路整然っていうのかな、いわゆる本当に行儀よくルールを守ってやっていただいたことはすごいな。だからあるね、支援者っていうか、まあうちの尾崎っていうね、あの立候補した大阪選挙から立候補した尾崎がいっぱいいろんな選挙区選対を見てるけども、NHK から国民を守るとの支援者はものすごいレベルが高いと。彼がもうそれに驚いてうちの党にから出るって、こうするって決めたんだけど、いやその通りなのよね。だからこそうちの党に投票してくれた人がその全然ふざけてるとか、なんだろう、気持ち悪いっていう言葉はもうむしろ先々を言ってるわけ。先を言ってる人たちで、むしろ賢いって言われる人たちが我々応援してくれてるわけであって、その人たちをふざけてるとかって言われるのはさすがに、これは黙ってたら、これ僕、これが僕黙ってたらそれこそお前政治家やめろって応援してくれた人に叱られるわけで、その100万人入れてくれた人が100万人いて、まあ行かなかった人が5000万人いて、でうちの党以外に入れた人がまあ4900万いるわけですよね。まあ、あの選挙区は別にして全国比例で言えばね。ただその入れてくれた人は50分の1に満たないかもしれないけども、その人たちは相当賢いと思う。だから賢いから今回僕がこういう行動することも多分ほとんどの人が応援してくれてるでしょうし、だから YouTube の結果を見たら 70% 以上の人が今日行ってこいと、行くべきだっていう反、まあ、答えになっていて、それはその人たちに従うのが僕の役割であってね、まあ、非常に良かったなと思ってますけどね、はい。